はい、こんにちは。ボアチャンネル前原です。はい、今日はこちらでございますね、の中のこちらでございますね、仮面ライダービルドの劇場版のビーザワン親子ペアチケット、それとそれについてきたフルボトルセットですね、チケット自体はこれで親子ペアで2200円ってやつだ、この2つで3400円なんだけど、ムービーチケが2200円だからこれが1200円相当ってことかな、そういうことだよね、じゃあ開けていきましょうか。はい、ということでこちらがゴールドラビットフルボトルですね、見た感じ変わりないかな。そうだね、特に変わりはないけど、後ろの個別認証がどうなのかが変化が見られない気がするので、もしかしたら音声一緒なのかな、はい、続いてこちらがシルバードラゴンフルボトルですね、これも同じように変化ないかな、個別認証はね。そうだね、はい、ではビルドドライバーで音声聞いていきたいんだけれども、その前に黄金の5秒間やりましょうかね、また変顔でやっちゃう。そうだね、この間にチャンネル登録や高評価よろしくお願いしますね、はい、じゃあ行くよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、やー、登録してくれたかな、高評価もしてくれたかな、してくれたかね、はい、じゃあ聞いていこうか、はい、やる？ここ。あれだ。あれ？え、どういうこと？トライアルフォーム？ラビットドラゴン。まさかの特別音声なしなんだね、これ、一緒なんだ、ハザードトリガーで、一応エボルドライバーで聞いてみましょう、だからそうだね、そうだね、ちょっとテレビ組みてみる、あー、これボトル違う、なるほど、ね、なるほど、これが変化してこれに近いボトルになるんだ、あー、そういうことね、なるほど、はい、では久しぶりに変身対決やりましょうか、本気の超変身お願いします、はい、最後の実験だからね、さあ最後の実験始めようか、変身だったね。すごかったでしょ。トライアルフォームの音声なのに今までで一番すごかったんじゃないの。怖かった。じゃあパパもやってみるわ。さあ最後の実験を始めようか。
はい、そんなわけで今回はムビチケとゴールドラビットフルボトルとシルバーラビットフルボトルやってみました、うん、ちょっと残念だったけど ね、うん、これはだからコレクターズアイテムって感じかな、うん、だからじゃあまあ揃えておきましょうって感じですね、はい、うん、あー、変身疲れた、うん、すごいボンボンだったもんね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、と今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくということで今回は以上でございます、バイバーイ。